マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくそんなに食べていないのになんで太るんだろうっていう相談を受けることがあります。おかしいなって思いませんか？私も同じ経験がありますからよくわかります。そこでこの動画ではなぜそんなに食べてもいないのに太ってしまうのかということがわかります。なのでもしあなたがそんなに食べてもいないのになんで太ってるんだろうとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、空腹時に食べると太る食べ物ワースト3についてお伝えしていきます。冒頭でお伝えしました、そんなに量を食べてもいないのに太ってしまったという方に共通することがあります。それはあ、お腹空いたなと思った時にちょっとこうつまむものですね、お口に先に入れるものが、この2つの共通点があるものを食べている方が多いからなんですね。思い当たる方はねチェックしてくださいね。1つ目は血糖値の急上昇です。急激に血糖値を上げるものをお腹空いた時にさっと食べるとですね、一気に脂肪を溜め込んでしまうから量はなくっても太っちゃうんですね。でもう2つ目はこちら、腸内環境を乱す食べ物だからなんです。腸内環境、要はお腹に住んでいる腸内細菌たちのバランスを崩して、デブ菌と呼ばれるね、悪玉菌たちが大好きな餌となる、まあ、要は太りやすいものをさっとね一口でも先に入れてしまうと、結局そういった悪い菌たちの方が強くなってしまって代謝が落ちて太ってしまいますよっていう、この2つのね条件を満たしたものがワースト3なわけです。ではここから1つずつお伝えしていきますね。ではここから空腹時に食べると一番ね太りやすい食べ物ワースト3お伝えしていきたいと思います。1つ目はね菓子パンです。要はですね、小麦でできた甘い食べ物、まあ菓子パンって食べやすいですよね。もうとにかく忙しくってちょっとなんか欲しいって時に菓子パンをパッと一口食べちゃう、これ過去の私なんですけども、そのようにお腹空いた時に一気にこういった小麦プラス甘いものを入れてしまうと、一気に先ほどのお伝えしました通りです、血糖値がバーンと急上昇して、量は少なかったとしてもそこで一気に脂肪をね溜め込んでしまいますから、もうぜひね気をつけてもらいたいなと思います。もうよくね分かります、忙しいとちょっとねやっぱりこうちぎって食べれるって楽じゃないですか。でもそこはやはり後です、どうしてもっていう時はですね、後から食べる、これがポイントになってきます。では2つ目です、甘い飲み物です。これ実はですね、食べてもないのに太りますっていう方の中に陥りがちなのが、飲み物がね問題な方非常に多いんですよ。例えば果汁 100%、 お野菜 100% のジュースありますよね、パックの。ああいったものは体にいいんだろうと思ってですね飲んでらっしゃる方、実はめちゃくちゃ糖分高いです。ですからああいったジュース系であれば飲み物だからいいだろうと思ってごくごく毎日ですね飲んでしまわれますと、一気に先ほどお伝えした通りのことが起こりますから、脂肪が溜め込む、で結局飲んだり食べたりが少ないわけです、またお腹空いちゃうわけですよね。でまたちょこちょこ口に運ぶという、そういう悪循環の方っていうのはしっかり食べていらっしゃる方よりも逆に太ってしまうんです。何か思い当たることありませんか？私はねよくしてました。いいんだろうと思ってやってたんです、特に野菜ジュースとか。ただあれも結局糖分めちゃくちゃ高いので太ってしまう原因になってたということなんですね。ちょっと私もねこれした時ショックでした。では3つ目、油物。これはなんとなくお分かりになると思うんですけれども、太る原因は糖質、まあ、要は甘いものですよね、と油物、脂質、要はカロリーが高いものをお腹が空いたっていう時にさっと入れちゃったらですね、やっぱり一気に太るわけですよね。ですから例えば唐揚げとか、ちょっとね例えばまあご家族のために作ってた時に、まあ、自分は我慢しようと思ってたんだけれども、いやちょっとね、まあ、1つぐらいだったらいいかなと思って、結構お腹空いてる時にですねパクッと唐揚げ1個食べちゃうと、もう我慢していたら水の泡っていうね悲しいことになっちゃうわけですよ。その時の一口が結局繰り返すことで太っちゃってる。ですからしっかりと食事という時間帯だけにですねしっかり食べた方の方が、ちょこ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 お腹が空いてはつまむ
つまむの繰り返しの方よりも痩せることができるということなんですよね。つまりまとめますと、血糖値が急上昇せずに腸内環境が整うものをまず最初に口に運ぶことができればいいわけです。では今までお伝えした状況からどうやって変えることができるのかというポイントがあります。2つあります。1つは低カロリー低糖質低脂質のものから先に食べましょうということ。でこれ何かっていうと、簡単に言いますとね、もうカロリーがとにかく低くって、そして太るもと糖質お米パン、パスタ、まあ、こういったね、一気に血糖値が急上昇するような炭水化物系のものを抑えて、そして脂質、要は油物ですよね、そういったものを、まあ、そもそもちょっと落としていくものを選ぶ。例えば白米よりも玄米、真っ白いパンよりも米粉パンとか全粒粉で作ったその茶色い色した、まあ、ライ麦パンとか玄米パンとかありますよね。そういった茶色いものに置き換えてあげたり、油物であったら湯がいてとか茹でてみるとかね、そういった形でシフトしていくのがポイントです。そして2つ目のポイントは、お野菜やお豆腐などのそういった低カロリー低脂質低糖質のものを先に、あ、お腹すいた、パクっていう、そのパクをね、そちらに置き換えるっていうことになりますね。そうするとしっかり食べても太りにくくなるお体になりますし、ちょこ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 食事を減らしているようでも、その最初の一口が結果太っている原因だったんだということに気づいていただきますと、あなたは今から工夫することができますから、食べながら健康的に痩せることができるんですよ。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめは、まずは腸内環境が整って一気に血糖値が急上昇しないものを選びましょうねということ。そのためには食物繊維やタンパク質などの低カロリー低脂質低糖質のものを食べましょうねということでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。